トップスピードを高める力のオンとオフ。どうもこんにちは、川瀬です。皆さん普段ですね、短距離走を速くするトレーニング、例えばですね、ウエイトトレーニングしてみたりとか、サーキットトレーニングね、自重のトレーニングしてみたりとか、もちろんね、スプリント、走るトレーニングね、されているかなと思います。こういったトレーニングというのは主に出力、つまりパワーを発揮するような練習の方法になってきますよね。例えばウェイトトレーニングであればですね、クリーンやってみたりとか、スクワットやってみたりとかですね、重い重りを持ち上げるということでパワー発揮、出力の練習になってくるわけですね。で、この出力を高めるための筋力をつけていったりとか、ジャンプトレーニングなどでですね、短い時間でその筋力をね、発揮していくような練習をしていくわけなんですけども、今回テーマにしていきたいのはその逆の動き、つまり脱力になってきます。この脱力をする練習って皆さんなかなか行ってこないですよね。しかしですね、この脱力うまくですね、スキルアップすることができるとですね、逆に出力のところですね、パワーを発揮するところの能力が磨かれてきます。皆さんの中で特にですね、リラックスした走りができない、どうしても力んでしまうとかですね、後半になるとですね、ピッチが落ちてきて減速率が非常に大きいと。こういった方はですね、この脱力のところがうまくできていない可能性があります。今回のテーマである力のオンとオフ、つまり出力、脱力、筋肉の緊張と弛緩というところですね。ここをマスターしていただけるとですね、動きにキレが出てきて、よりね、トップスピードを高めることができるかなと思いますので、ぜひね、動画最後までご覧いただいてですね、トレーニングの参考にしてみてください。このチャンネルでは陸上競技の短距離走を中心にですね、速く走るための練習方法、理論、考え方をね、配信しております。チャンネル登録お済みでない方はしていただいて、別の動画もね、ぜひチェックをしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、まずこの出力と脱力、この関係性、そしてですね、出力だけでなく脱力、これ両方ね、大事ですよという話をさせていただきたいと思います。最初に大前提としてですね、速く走るために最も重要なこと、これ皆さん何だと思いますかね。まあいろんなね、走りのスキルとかですね、大事な要素あるんですけども、最も重要なのは、地面に対していかに大きな力をかけられたかどうかというところになっています。このための練習を、まあ普段筋トレしてみたりとか、ジャンプのトレーニングしてみたりとか、走ったりして磨いているわけですね。地面に対して大きな力をかける、つまり接地ですね。足が地面につく瞬間にいかに大きなパワーを発揮できたかっていうのがポイントになってきます。なので、この一瞬のためのパワー発揮ですね。そのため皆さん、例えばウェイトトレーニングやってみたりとか、自重のね、サーキットトレーニングやってみたりとか、まあこういった筋力アップ、非常に重要ですね。特に体幹や股関節周りといった体の中心に近いところからパワーを発生させることで大きな力を地面に伝えることができます。あと大事になってくるのはスティフネス。足の剛性というものですね。地面についた瞬間にですね、短距離選手であれば、トンと関節がぐしゃっと潰れることなくですね、できるだけ硬いバネとして足を扱ってあげると、そんな能力を高めていく必要があります。あとはスキル面でいくとですね、自分の重心の近い位置についていく、いわゆる真下接地と言われるところですね、自分の体からですね、遠いところについてしまうと、そこのところにですね、力をかけるまでに時間がかかってしまったりとかですね、そもそもその力が弱かったりしますよね。なので体のね、重心に近いところについていくのが、まあ、短距離走におけるですね、効率よく地面に力を伝えるセオリーになってきます。あとはその瞬間に反対の足ですね、U脚、空中に浮いている方の足が、まあ、軸足の近しい場所にあるかどうか、いわゆるシザース動作の速さですね、ここも求められてくるわけです。なので全てのですね、スキルトレーニング、筋力トレーニングがですね、この地面にいかに力をかけられるかというところにポイントがあるというわけですね。ただしこの接地の瞬間に大きな力をかけられる、もう一つの条件として大事になってくるのが脱力になりますね。つまり力をかけるべきところでしっかりと筋力が働いているか、それ以外のところで脱力ができているかってところがとっても大切ということですね。いわゆるこれが力のオンとオフ、つまり緊張と弛緩になってくるわけです。オンのところでできるだけ大きな力を高めていくためにはですね、このオフのところのテクニックが非常に重要になってくるというわけですね。まあ例えばですね、皆さん、誰かね、友達と実験してほしいんですけども、例えばね、腕をこうやって曲げていきますよね。上腕の筋肉を使ってくるわけなんですけども、ここをですね、ぐっと片方の人に押さえてもらいます。で、ずっと力を発生させるパターンと、それからしばらくですね、リラックスさせといて、一瞬で力をグッと発生させるパターンと、どっちの方が力が入りやすいかっていうのを実験してみてください。これやっていただくとわかると思うんですけども、後者になってくるんですね。つまり、適度な弛緩、オフの状態を作ってあげることで、よりオンのところに磨きがかかるということですね。これ走りにおいても同じになってきます。接地の瞬間がオン。
それ以外の部分がオフということで、ここのメリハリをつけていくのがとても大事なんですね。よくね、このキレキレの選手とかいますよね。動きに非常にキレがあるように見えるとか、あとリラックスがうまくできているような選手。これまさにこの緊張と弛緩、オンとオフのところの切り替えがうまくできているってことですね。よく学校の先生とかですね、クラブのコーチの方にですね、リラックスしなさいと言われる方は、このオンとオフの切り替えができていないっていうのが具体的な走りのエラーになってくるわけですね。ただこのオンとオフの切り替え、1秒間にですね、まあ4回転ぐらいしていくスプリントの中でですね、意識していくのめちゃめちゃ難しいです。地面についている間というのはですね、速い選手であれば、まあ 0.1 秒ないわけなので、そのごくごく短時間にですね、この力のオンとオフですね、どこのタイミングで、どこの筋肉を使ってっていうのを意識してやるのは、まあほぼ不可能かなと思います。なので今からね、紹介していくトレーニングでですね、普段のドリル、それから筋力トレーニング、こういった中で力のオンとオフをしっかりと身につけてですね、走りに活かしていきましょうというアプローチ方法を取っていきたいと思います。はい、それでは力のオンとオフを磨くトレーニングですね。今日ね、5つ紹介していきたいと思います。ジャンプトレーニングだったり、筋力トレーニングだったりね、スプリントドリルだったりしますけども、まあそれぞれですね、普段皆さんもしかしてやっているかもしれません。で、この中でいろいろなですね、意識を。で、この中でですね、しっかりと意識をしていくっていうのが非常に大事になっています。はい、まず1つ目の練習方法ですけども、アンクルホップ、まあいわゆるリバウンドジャンプですね、もしくはハードルジャンプといった両足踏み切りのジャンプトレーニングです。やはりですね、先ほども申し上げた通り、走る中でですね、この力のオンとオフ、を意識していくのは非常に難しいです。接地の瞬間だけオン、空中はリラックスしてねと言われてもという形だと思います。なのでまずはですね、空中の時間にゆとりがある、そして動きがシンプルである両足の跳躍のですね、ジャンプをしていきましょう。どちらともですね、姿勢がとっても大事になってきますね。地面についた瞬間に短い時間で地面からの反発をもらってあげるためにはですね、姿勢をまず維持をしていきましょう。そして地面につく瞬間、厳密に言うと直前になってきますけども、まあ、関節をですね、固めるような意識ですね。ぐしゃんと膝や足首がね、潰れないようにしていただくといいかなと思います。そして短い時間でポーンと弾んでもらって、で、空中の時間を長く。で、ここをですね、リラックスしてもらいたいですね。腕を大きく回して、次の着地に備えていくような形をとっていただくといいかなと思います。で、例えばですね、リバウンドジャンプやハードルジャンプですね、前に進みながらのものをやっていただいたら、まあ、そのね、感覚そのままに走ってみるというのが大事になってきます。この走り焦らないようにしていきましょう。まずはですね、ゆっくりとしたウィンドスプリントで地面につく瞬間にオン、空中の時はオフということでですね、その感覚をまずはジャンプからですね、学んでいただけるといいかなと思います。はい、二つ目の練習方法ですけども、A スキップのリズムをですね、横向きでですね、やっていきたいと思います。例えばですね、ちょうどここにですね、まあ、陸上競技場であればラインがあるので、ここでやっていきたいと思いますね。A スキップっていうのはこのリズムですね。1、2、1、2、1、2で、まあ、もも上げをしていくようなドリルになってくるんですけども、これを横向きでですね、リズム取りながらやってもらうというものですね。で、大事になってくるのは、この横上のこの切り返しの部分、ここですね。この部分。基本的に上半身やですね、まあ体幹部分はリラックスしているんですけども、地面について反対側に切り返す瞬間だけ、ポンと跳ね返してあげる。これ必ず自分のね、真下ぐらいにつくようにしてあげると、自然にね、足が返ってくる感覚ですね。反発を使う感覚が分かりやすいかなと思いますので、まあこういったね、横への、ね、切り返し動作しながらですね、確実に自分の真下ぐらいについていく。そしてその瞬間に、ポンと地面から跳ね返ってくる感覚を感じてみるってことが大事になってきます。例えば今ね、ライン上でやりましたけども、ミニハードルとか置いてもらってもいいですし、あとはね、ハードルとかでですね、足を高く上げるような形でやっていただいてもいいかなと思います。はい、3つ目のトレーニングなんですけども、ここはですね、反動を使ったジャンプ、もしくはウェイトトレーニングで、行きたいと思います。これね、どういうものかというと、例えばですね、2段ジャンプですね、ボックスなどを用意していただくといいかなと思います。手頃な段差でとかでもね、OK ですね。その段差にですね、スクワットジャンプですね、垂直跳びで飛び乗っていきます。そして、段に飛び乗ったら、そこから素早くまた真上に垂直跳びをしていくと。2段階でジャンプをしていく方法ですね。なので、最初のジャンプする瞬間は、もちろん股関節を早く伸展させると。で、空中ではですね、無駄に力まないように、滞空時間を長くするような感覚でジャンプをしていきます。そして、着地したらまた素早く股関節を伸展させて、またリラックスにつなげるということですね。なので、2段階ですね、パワーを発揮するタイミングを、このジャンプで作ってあげるということですね。これ、走りにおいても同じで、1回バーンと、例えばスタートダッシュで出力したら終わりではないですよね。その先100メートル走っていくのであれば、
同じ動作を、もちろんね、設置時間短くなってきますけども、50歩ぐらいやっていかなきゃいけないので、何回もね、連続してやっていくっていうのが大事になってきます。それから別のやり方で言うと、メディシンボールとボックスを使った練習の方法ですね。ボックスからですね、メディシンボールを持って飛び降りていただいて、そこで素早くメディシンボールを前に投げていくというものですね。これも一瞬で自分の衝撃、体重をですね、受け止める。そこから股関節を伸展させてボールを前に放り投げていくということでですね。この大きな衝撃を受け止めるためのその前のですね、リラックス、空中ではただ落ちているだけですよという動作が重要になってきます。それから同じような形でクリーンをクイックにやってみるっていうのがですね、一つ有効かなと思います。なので、下からですね、高い位置までキャッチするようなクリーンではなくて、何回もね、連続でね、反動を使ってやるようなクイックなクリーンですね。これ僕ね、非常に大事にして取り組んでいるんですけども、マックスのですね、7割ぐらいの重さで OK ですので、8回とか10回とかですね、素早くクリーンをしていただく方法ですね。これも股関節を曲げる、伸ばすというところ、一瞬にフォーカスして、残りの、ね、シャフトを挙上してくるところは、あまりですね、力を込めないという形ですね、力のオンとオフを学んでいくのにおすすめなウェイトトレーニングの方法になってきます。なので、こういったジャンプ、もしくはですね、ウェイトトレーニングなどで、力をね、込めるところの大きさ、そしてそれ以外の脱力のところを学んでいただけるといいかなと思います。ずーっと力を発揮しているよりもですね、より大きなパワーを発揮できるのがですね、分かってくるかなと思いますので、まあ、こういった動作をまずね、ジャンプやウェイトで体に覚えさせるのがいいかなと思います。はい、それから4つ目の練習、バウンディングですね。やはりここは外せないかなと思います。走るよりもですね、滞空時間ですね、空中にゆとりがあるわけなので、空中では大きな動作を意識していきましょう。そして着地の瞬間に左右の手足がバンと入れ替わると。先ほど言った通りですね、足のスティフネス、そしてシザースの速さ。つまり出力でですね、大きな力を地面にかけるところの要素をここで盛り込んであげるわけですね。そのためには空中ではしっかりとリラックスしておく必要があるかなと思います。なのでバウンディングね、いまいち下手くそな人はですね、まあ、空中でいつまでも地面を押しているとか、次に設置する準備を早めに整えてしまっているとかですね、こういった動作が見られますね。なので、まずはね、見て学んでいただくのがいいかなと思います。もちろんバウンディング上手い人を探してみるのもいいですし、例えばね、三段跳びの選手などでですね、日本トップレベル、それから世界トップレベルの選手の跳躍を見ていただくのもですね、非常にいいかなと思います。バウンディングね、難しく、習得のね、難易度ね、高いですね、種目になってくるんですけども、必ずね、スプリントのね、能力の向上に活かしていくことができるかなと思いますので、ちょっと苦手と思う方も繰り返しね、この冬やってみていただくのがいいかなと思います。はい、最後、スプリントのね、練習を入れていきます。下り坂を走っていきましょう。下り坂はですね、緩やかなものをね、選んでいただくといいかなと思います。角度としては 3%、5% あると少し急に感じますので、まあ、本当にね、下っているかわからないぐらいの緩やかな坂を使っていただくのがベストですね。下り坂を下るということはですね、まあこういった平坦な走路を走るよりも、自分がね、斜め下に落ちていくわけですね。なので、設置点までは少しフラットな走路を走るよりもゆとりが出てきます。なので、ストライドがですね、自然に伸びていくというのが下り坂を走るメリットになってきますね。で、地面につく際にですね、必ず体よりね、遠い位置に足がつかないように注意をしていきましょう。設置点に対して自分の腰をグッと進めていくような感覚でやってみてください。なので、最初はですね、オーバースピード。早く下り坂走っていく必要はありません。少しね、足さばきにゆとりを持っていただいてですね、地面につく瞬間に確実に自分の重心が乗っていくと。そんな感覚でね、下り坂やってもらうとですね、力のオンとオフのメリハリがね、つきやすいかなと思います。プラスしてですね、オンの条件であるスティフネス、足のね、バネの力の向上にもつながってくるかなと思いますので、少しね、負荷の高いトレーニングなので、毎日やるのはね、リスクが高いかなと思うんですけども、一週間に一回とかですね、緩やかな下り坂近くにある方は、スプリント練習してみてもいいかなと思います。はい。というわけで今日はですね、力のオンとオフのメリハリをね、しっかりとつけてですね、スプリント力を向上させていこうをテーマにお話をさせていただきました。やっぱりですね、力を発揮する練習ってね、普段ね、されているかなと思うんですけども、この練習一つ一つですね、意識変えていくことで、よりパワーを発揮させることができます。そして、それが上手い人というのはしっかりとね、脱力させることができると。緊張と弛緩のメリハリができている人かなと思いますので、まあ、上手い人のですね、ウェイトトレーニングを見てみたりとか、ジャンプトレーニングを見てみたりすると、必ずそういった動作ってできますので、こういったものね、参考にしてみていただくといいかなと思います。まあ、非常に感覚的で難しいところになってくるんですけども、まあ、アスリートとしてですね、ここのあたりの感覚、それから技術をね、磨いていきたいという方は、ちょっとね、繰り返しやっていただくといいかなと思います。では皆さんのまた質問、リクエストもね、お待ちしております。コメント欄、もしくは LINE の公式アカウントから直接メッセージをいただければと思います。ではまた。